よし、じゃあ今回は DH での出場ですね。4番 DH、相手ピッチャーの球種がフォーシームチェンジアップカーブツーシームか。よし、お、いい角度で上がってるな。よし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 、これはまあツーベースまでか。うん、さすがにスリーベースはオーバーランすぎるもんな。カーブだったかな。しっかり捉えられたね。いやー、タカさんナイスバッティング。あー、これはちょっと詰まったけど、飛んでるところは悪くないけど、あー、まあレフトフライか。お、守備機会取ったら、ファーストでいいな。よし、お、いいねー、ナイス投球。やったー、勝てたー。次ネクストゲームいけるか。ネクストゲーム行って大丈夫か。ちょっと行ってみるか。誰誰だよ、いい。ユーセタ、これってなんだっけ、名前だったよね。 T タッカージュニアとか出てたはずだよな。ちょっとこれ選んでみるか。なんか知らない名前出てきた。これどうなる。あー、名前は大丈夫か。タカタッカージュニア、ちょっともう怖いんですけど、バグが。特には変わりはないか。よし、うまい、流し打ち、ナイスバッティング。これで後続のバッターにつなげたので、先制取ってほしいな。あー、これは勢い足りないな。あー、びっくりした、戻ってる T タッカージュニアに。よし、ランナー一塁で回ってきたな。ここはヒット打ちたいな、つなぎたい。よし、いいとこ飛んでる。よし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 、当たりそんなによくはなかったけどね、うまいことセンター前に飛んでってくれたな。微動だにしねえ。なんかちょっとは喜び表せよ。お、守備機会。ファーストとセカンドにランナーがいるので、まあ、取ったらゲッツーだね。お、あー、うぃー、なんであれ今、チッキショ今、あー、危ない危ない。あれ、R1 押したんだけどな、飛び込んでくれなかったな。あれ、ボタン操作違かったっけ。よし、これもセンター前。今回の方がクリーンヒットになったね。これはゲッツーだよな。お、正面。うわ、微妙。いやー、微妙だと思ってセカンドに投げるのやめちゃったら中途半端なプレーになっちゃった。やっちったな。これはツーアウトだから、うん、よいしょ。意味ねえ。無意味なスイ無意味なスライディングするからだよ、タカさん。いやー、無駄にスライディングしたな。いや、プレーとしてはかっこいいけどね。でもやっぱり操作は R1 で合ってたな。あ、これはゲッツーの場面だね。よし、お、セカンド、セカンド来い。おら、おお、そのまんま右手でボールキャッチしてたな今。かっこいい、タカさん。また別の機会の試合ですね。今回も守備か。うわ、いちょっと早かったか。あー、タイミング惜しかったな今。どこ見てんだよタカさん。ボールとっくにもうセンターから別の人に渡ってたのに。ランナーが二塁か。ここはタイムリーで1点でもう一回。よし、ナイスクリーンヒット。回ってくるか。うわ、回ってくんのか。間に合わねえだろ。ほらほら、あのタイミングじゃ間に合わないって。さすがに結構
綺麗なライト前ヒットだったからね。足速い選手だったらまだしも、そんなでもなかったもんな。三塁回った時点でもうがっつりアウトじゃん。よし、おお2対2に追いついてる。ワンアウトでランナー二塁か。あーここまた長打打ちたいな。できたら、よし、あーセンター前、いや戻るな戻るな、あー戻ってよかった。すいません僕が間違いでした。そっか、逆に球足強すぎてセンターライナーだったか。いや一瞬セカンド何戻ってやがんだよって思っちゃったけど、戻って正解だったね。よし、ちょっと反応遅れちゃダメだよ、タカさん準備してなきゃ。よし間に合ったか、よかった。クールには決めるんだよな、反応遅い。いやワンステップ、ワンステップどころかツーステップぐらい遅いもんな。フォーシームスライダーチェンジアップ、お球種は結構少なめの。よし、あー抜けないかこれ。おおギリギリ抜けてった、ショートの横ギリギリだったな今。おお満塁の場面、この試合は DH での出場なんですけど、チャレンジも来たね。打点上げろと、マイスイングコンタクトして打点上げろか。でこれはストライクゾーンの中だけに来たボールを打って打点上げろ。どうしようかな。まあこれにしとくか、クラッチ上がるし、クラッチはチャンスの強さですね。よし、相手ピッチャーがフォーシームカーブチェンジアップツーシームか。ここでもノーアウトだからな、まあ、最悪犠牲フライでもいいもんな。あーそうなりそう、初球から積極的にいったけどショットっていうかだいぶコンタクトずれてたな。よし、ただこれでチャレンジは成功か。あーまあ最低限だったなこの打席は。おおマジで2打席連チャンで満塁のチャンス、どんだけ高さ持ってんだよ。いった、よっしゃー、今度こそ決めてやったぜ。来たーグランドスラム、 AA では初のグランドスラム見てるか監督。監督やってやったぜ。どうも。いやにしても装備品が増えたな。よし、あーちょっと球足長いか、ちくしょう飛んだところがな、運悪いな。いや装備品、あの装備させられるのはめちゃめちゃ嬉しいんだけどさ、あのバッティングのバッティンググローブと、あとなんだスリーブっていうのかながね、どうやっても片側しかつけてくれないんですよタカさんが。これ完全にバグなんですけど、どうやっても片側しかつかないっていうデフォルトのまま固定になっちゃうんだよね。よし、いいバッティング回ってくるかな、セカンドランナー、うん、これは間に合い、よし、これでタカさんの打点にもなったし、クラッチが上がったね今。よしよしよし。いやほぼ微動だにしねえ。だいぶクールだなタカさん、もうちょいなんか喜怒哀楽見せてほしいけどね。よし先発のマウンド行くか。よし、じゃあ今回は先発としてのマウンドだね。いやでもだいぶ球速が上がったんですよシンカーの、うん、ロードアウトのところで設定できるパークスっていうそういうやつの設定で結構、うん、変わりましたね。よし、いいねスプリットで最後三振。いやいいなシンカーマジで、いいねシンカー。
よし。うわ、これはやられた。おら、よし、いいね。これはサード正面。よし。いやだから H パー9が下がるのよくわかんないな。うん、ヒットの打たれにくさみたいなやつなんですけど、でもめちゃめちゃゴロだしさ、サード正面だしみたいな感じなんだけどね。お、あー取れるか、とう、よし。いやシンカーも結構曲がってるような感じするから打ちづらいんだろうな、やっぱり。よし、高めのインハイ、あそこもボール球からね、インコースにキュッと入ってくる。あそこもなかなか打てないよな。おお、うまい、うまく打たれたけど、あぶねえ、ファール、スプリット、うわーっと手出ないか。おお、やった、スイング取ってくれた。で最後はスプリット、よし、おら、よし。いや、いいな、スプリット。この試合、なかなか三振取れてんな、スプリットで。いや、味方からの援護ねえな。アウトコース高めで。うわ、入ってんじゃん。お、これはラッキー。やったー。反応早かったな、起き上がった後。よし、あの高さも振るな、結構。おっ、チャレンジか、ここで。5球以内、各バッター5球以内に抑えて三者凡退で打ち取れか。でこっちは3球以内。こっち行くか、チャレンジしてみよう、3球以内で。3球以内だからな、三振取るにしても3球三振じゃなきゃいけないもんね。あ、大丈夫か。よし、これでまずはワンアウト。ちょっとコース甘くなっちゃうかな、どうしても。うん、3球以内とか言われちゃうと、ここでボールでも投げたいとこだけどな。見送られたらあれなので、よし。そうそう、こうやって打ち取れればいいんだもんな。うん、三振狙っていかなくても。今回はチャレンジやってるので。これもセカンドゴロ、よし、頼むぞセカンド。やったー、チャレンジ成功。いや、うまいことを省エネピッチングで抑えたな。あ、ここで交代か。うん、8回で交代だね。よし、これでどうだろう。一旦クラブハウス戻ろう。よし、じゃあ試合やっていこうかな。次は多分野手になると。あれあれあれ、また先発すんの。いや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 、2試合連続先発はちょっときつくないかい。高校野球じゃないんだから。これはちょっと、え、どうなるんだろう、これ。本当に先発すんのかな。いや、さっき間違いなく先発したよな。うん、まあ、ここの今名前書かれてるピッチャーは、まあ、最後に投げたピッチャーがここに名前が連なるので、必ずしも先発したピッチャーがここに出てくるわけではないんですけど、あ、でもそういうことかな。あれ、もしくはこれあれか、勝ち投手が出てくるんだっけ。ここに、ここにタカさんの名前があるってことを考えると、うん、この試合9イニングス投げてないので、あ、勝ち投手の選手って可能性もあるな。いや、それにしてもだよな。こんな起用の仕方あるか。すげえハードワークじゃん。ちょっとこれは一旦セーブして望んでみようかな。セーブして、じゃあセーブをしてきたので一旦これ進めてみようかな。
先発すんじゃん。マジで、マジで言ってます。2試合連続先発とか。まあまあ、投げれるとは思うので、やってきますけどね。さあ、行きましょう。まあ、エナジーは結構、マックスに近いね。いや、これ冗談抜きで2連チャンだからな。次の週とかそういうわけでもないもんね。恐ろしいな、この球団。よし。いや、それは。よし。よし。振ってくれましたね。じゃあ、これで、早くも5つ目の三振。ほら。よし、振った。もう困った時のストライクからボールに行くスプリット投げてれば的なね。じゃあ、高めの進化。取れなかった。あれ取りたかったな。よし、見逃し三振。よし、うわ、うまく打たれたな今。いや、半端な。よし、ファーストで、うん、これで6回終了か。ここまでかな、タカさんは。あー、そうだね、6回までで交代か。7イニング目から違うピッチャーですね。よし、これで勝ち投手にもなったし。いやー、タカさんお疲れ様。2試合連続先発で2試合で16イニングぐらいかな投げてるので。きたー、アーキタイプゲット、やったぜ。いや、ついに解放された、ブロンズから。まあ、コツコツアーキタイプも解放していきたいですね。よし、まあ、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。ちょっと改めて確認してみよう。確かこの試合に先発したんだったよな、ビューボックスで。ピッチャーのところが、あー、これだな。だよね、7回まで投げて14奪三振被安打1。そうそうそう、だったんだよね。で、で早速次の試合で投げてる投げてるね。うん、6イニングで16奪三振、間違いなく2試合連続で先発マウンドに上がってたな。13イニング投げて30個の三振取ってるからね。いや、恐ろしいな、タカさん。